クラブが生まれて32年。当時ギターが大好きな仲間が米田公民館に集い、だんだんとクラブも盛り上がりを見せていきました。でもいつの間にか離れ離れとなり、演奏活動を一時休止した時期もありました。そうするうちギターをみんなでもう一度弾きたい、そんな思いから加古川公民館で再開し、今日のようなコンサートが開催できるまでにこぎつけました。阪神・淡路大震災の時です。私たちの仲間が被災しました。あの時何もできなかった私たち、今思うとそんな悔しさから折に触れチャリティー演奏会を開催するようになりました。今年は地雷ゼロチャリティーです。私たちはギターを一つの拠り所に、ギターの輪をさらに広げていきたいと思っています。皆さんも私たちとギターを弾きませんか？